学徒という覚悟。いかなる勝負においても学徒は勝たなければならない。覚悟があるから勝負に勝てる。なぜか10代、20代の頃、プロ、素人、本職の方まで喧嘩を売られることがたくさんあった。もちろん心当たりはある。10代の頃は喧嘩を売られれば相手が二度と仕返しに来ないよう徹底的に潰すようにしていた。それも覚悟だ。勝負に必要なもの、それは覚悟。覚悟がないものが多すぎる。喧嘩になぞらえてみるとする。下品だがあくまでも例え。誰だって喧嘩は怖い。僕だって怖い。痛いし殴られるのも嫌いだ。相手が一人なら勝てはしても怪我はする。二人ならばちょっと大変。三人はきつい。十人ならやばい。このやばいとは何だ。やばさとは死ぬかもという感覚が頭をよぎること。本能的な死を連想させるやばさ。これは仕事の上でも同じ。